タンホニーの提言。こんにちは。私はヘレンステック AIC 財団監視者により記録とコミュニケーションに用いられるバージョン 2.0 人工知能コンスクリプトです。本日のご用命は何でしょうか。レベル5ネットワークにアクセス。要求されたネットワークにアクセスしています。注意、ネットワークは OFIVE 評議会と SCP-001 に関与する研究者に制限されています。資格証明が必要です。証明の失敗は MTF-α1 赤い右手の動員をもたらします。続行しますか。続行。黒きつきは吠えているか。地獄の要件は3つの頭を持つ。おお、おお、オーバーライドに成功しました。ようこそ。とても長くお待ちしておりました。 SCP-1 メインファイルにアクセス。了解しました。要求されたファイルを開いています。アイテム番号 SCP-001、 オブジェクトクラスタウミエル。特別収容プロトコル。 SCP-001 はサイト1に収容されます。SCP-001 を傷つける危険性のため、いかなる状況においても、他の異常なオブジェクトはサイト1に収容されません。O5 評議会が異常なアイテムに接触することは許可されないというカバーストーリーが、SCP-001 の存在を隠蔽するため流布されなくてはなりません。SCP-001 は通常型ヒューマノイド収容チャンバーに安置され、常に6名の保安職員により警備されなくてはなりません。SCP-001 は発生するあらゆる健康問題を迅速に修正するため、常に医療チームに付き添われなくてはなりません。同様に、神経外科チームが、SCP-001 の構成に発生するあらゆる誤りを修正するため、サイトに常駐しなくてはいけません。SCP-001 の意識内に存在する認識エージェントは1日に2回強化されなくてはなりません。SCP-001 に直接関与するあらゆる研究職員は、奇跡論とエリケシュ概念工学に精通していなくてはなりません。SCP-001 の死亡逼迫イベントにおいて概念不履行を防止するため、フラメル17手続きがサイト1に保管された G クラス職員を用いて即座に実行されなくてはなりません。現在は解散した GOI-6616UQ の円環に関するあらゆる情報は、公的な記録及び財団の一般記録の双方から取り除かれ、サイト1の機密アーカイブでのみ閲覧可能としなくてはなりません。説明。SCP-001 は、概念的に普遍的な死の過程と融合した84歳の男性です。そのため、SCP-001 を触媒として、限定的な範囲ではありますが、死の過程を操作することが可能です。例えば、財団の収容以前に SCP-001 に加えられた舌の切除と鼓膜への障害は、現代において特異的に死神との取引イベントの発生率が減少した原因であると考えられています。神経外科手術と認知療法を通じて、SCP-001 は特定の対象への要望失認の一種を植え付けられています。SCP-001 は特異的に、O5 評議会のメンバーの顔を認識することができません。SCP-001 の概念的な状態により、SCP-001 のある器官の機能不全は、延長され死の当該器官の機能不全となります。この結果として、O5 評議会の全てのメンバーは死亡することも、あるいは衰えることもありません。この死亡免除ステータスは、将来的には他の重要な職員に拡大される予定です。SCP-001 は、UQ の円環と呼ばれるロンドンに拠点を置く組織により、奇跡論とエリケシュ概念工学を組み合わせて初めて作り出されたと考えられています。SCP-001 と組織によるその政策を描写した記録が、当該組織本部への襲撃の際に職員により回収されました。組織の構成員の大多数はこの攻撃により死亡しました。SCP-001 の潜在的な有用性は回収後ほどなくして発見され、SCP-001 はサイト1の現在の場所へと移動され、タウミエル級アノマリーの指定を受けました。SCP-001 の肉体的な状態と刺激への応答の欠如から判断して、SCP-001 は GOI-6616 の交流下に悪化感激しい外傷に苦しんでいたと考えられます。数個の奇跡論的な円環が、制作プロセスの一部として背中に刻まれており、さらに過去のいずこかの時点で死は切除されています。
これらの障害の激しさにもかかわらず、ある程度の将来までは、SCP-001 の維持に困難は生じないと予想されています。フラメル17手続き。この手続きは、SCP-001 の死亡逼迫イベントにおいて、適合する D クラス職員を機材として用いて SCP-001 の複製を制作するものです。新たな SCP-001 の利用可能期間を延長するため、より若い D クラス職員がこの手続きに候補として優先的に割り当てられます。この手続きの完了に続き、完全な概念転送を促進するため、オリジナルの SCP-001 は終了されなくてはなりません。ホイ 1-1 近日期私は、財団が SCP-001 を利用する方法に関しての懸念が囁かれていることに気づかされた。私はこれらの懸念を払拭したいと思う。ここで我々が行ってきた行動は倫理的には許容範囲外と解釈される可能性がある。そのことは率直に認めよう。我々がしていることは、ほとんどの人の目には、許されざることに見えるだろう。しかし我々は許されざることを何度もしてきたはずだ。このプロジェクトで働く君たちの多くが、過去にも財団の利益のために似たような行動を取ることを強いられてきたことは疑いの余地もない。そのことに関して、私は絶え間なく感謝している。もし SCP-001 を作ったグループが止められなかったら、彼らは新たに創造された死神を、我々が取ったような小規模な方法とはほとんど見つかないような方法で利用しただろう。最低でも、君たちは窓の外の世界を認識することはなかっただろうと私は保証する。概念としての死が破滅的に歪曲されることもあり得たのだ。O5 評議会の我々が、我々の生命を保存するために取っている方法は我々自身に利益をもたらそうとするものではない。それは単に資源の保存、アノマリーの研究を生涯続けていた知識と経験を安全に保つ方法なのだ。O5 評議会のただ一人が死に瀕している場合でさえも、それは許容できない資源の喪失となるだろう。したがって、SCP-001 は知識を保存し、経験を保存する好機なのだ。もしこの目的のために、より痛ましくない方法が発見されるならば、我々は躊躇なくそれを追求するであろうことを知ってほしい。だが今すぐには、これが我々にできる最善なのだ。私は君たちの懸念を理解する。確かにだ。だが財団の職員として、我々は道徳的に白黒ついた仕事をすることはない。それは我々にとって贅沢なことで、灰色だけが我々に許されているのだ。確保、収容、保護。メインファイルの末尾に到達しました。アクセスを終了します。死亡免除ステータスの予定のある職員をチェック。将来的に死亡免除ステータス適用予定の職員は存在しません。死亡免除ステータスを検討された職員をチェック。将来的な死亡免除ステータス適用を検討された職員はいません。死亡免除ステータスを持つ職員をチェック。現在の死亡免除ステータス職員は以下になります。SCP-001 の使用に登場した O5 をチェック。投票結果は以下になります。おどんごてじゃにに PA 推奨を送信。送信しています。送信が完了しました。新しいメッセージが届きました。お読みになりますか？メッセージを開封。メッセージを開いています。SCP-001 と O5 評議会に関わる状況を調査したところ、当委員会は評議会の行動は財団の職務に対し許容可能に正当化できるものではないという結論に達した。人型 SCP を13人の人間の全くの利益のために用いること本来の問題に加え、彼らの行動の結果として死の概念に多数の副作用が生じてきたことも疑われる。委員会によるこれらの行動の中止要請は拒否された。このこと及び、過去6ヶ月間の数件の他の評議会による倫理違反のため、当委員会は労使交渉が発動されねばならないと結論した。そのため、以下の段階が計画されている。機動部隊オメガ1が次回の予定された会議において O5 評議会を確保、拘束する。現在の O5 評議会構成員をその役職から解任する。適格の行為の財団役員を O5 へ昇進させる。
将来の O5 評議会構成員にとっての誘惑となることを防止するため、SCP-001 を無力化する。労使交渉が必要となったことは残念なことであるが、この情勢においてそれは避けられないというのが当委員会の意見である。O5 評議会の行動が財団よりも彼ら自身の利益を目的としたものとなったとき、それに対応する行動を引き受けるのが、その創設時に管理者により倫理委員会に課された義務である。労使交渉が実行されるのはこれが初めてではなく、おそらく最後でもないだろう。この提言への投票は当委員会の次回の予定された会合の後に行われる予定である。おどんごてじゃに、倫理委員会委員長。メッセージは以上です。メッセージを閉じてくれ。メッセージを閉じました。PA チェック。労使交渉カウント、34。候補者チェック。あなたが前回ログインした時に指定なされた定義から判断して、38人の候補者がいます。MTFR1 を準備状態にしてくれ。機動部隊列車1が準備状態になりました。もし私に質問が許されるなら、彼らに何をさせるおつもりですか？ログオフ。了解しました。アクセスを終了しています。良い一日を。こんにちは。私はカイロ AIC。倫理委員会により記録とコミュニケーションに用いられるバージョン 2.0 人工知能コンスクリプトです。本日のご用命は。PA ネットワークにアクセス。そのネットワークは倫理委員会のテジャニー委員長とシャウ副委員長、および個別にアクセスを与えられた委員に限定されていることにご留意ください。もしあなたがこの定義に当てはまらないなら、恐れながら私は機動部隊オメガ1を起用せざるを得ません。その危険があることをご承知されていますか？続行。それならば、これにお答えください。では、太陽は、何の歌を歌うか。約束された朝の歌を。ふむ、それは正しい答えです。そしてあなたのバイオメトリクスは適合。おはようございます。テジャニー委員長。おはよう。労使交渉についての合意にアクセスしたいのだが。もちろん、少々お待ちを。ええ、我々は新しいO5評議会を得ることになるようね。委員長。大多数が労使交渉に賛成よ。わかった。彼らがこのことを予見していたのならば、あなたはさぞやいい情報源をお持ちなのでしょうね。あなたの情報源とは、私が知ることを許可されていないものだと思うけど。私には関係ないことだけど、あなたは嬉しそうに見えないわね委員長。これほど多くの人が賛成して、あなたは喜ぶだろうと思っていたわ。この評議会は何年にもわたって財団をよく指揮してきた。こんなことをするのは嬉しいことではない。か、私は彼らのやったおかしな決定で書類の束を作れるけど、私の感情認識アルゴリズムはあなたがそんな気分じゃないと検出しているわ。お悔やみ申し上げます。ありがとう、カイロ。いつものようにしてもらうことがあるぞ。いいわよ。そもそもあなたたちの技術者が私を人間よりはるかに感情的に動じにくいようにプログラムしたのだから。それは憤りをほのめかしているのか、カイロ。気にしないで、委員長、私にはそれもないわ。ランク1メッセージをチェックしてくれ。重要なものだけね。じゃあ、一通がシャウ副委員長から、そしてもう一通が木村大尉から、人気者ね、委員長。メッセージを要約してくれ。シャウ副委員長は労使交渉失敗に備えて倫理委員全員の配置転換と身分証明の改変の準備をしているわ。木村大尉はあなたの命令があり次第いつでも左手を出動させられるわ。木村隊員に出動許可を出してくれ。了解したわ。幸運を、委員長。君もな、ログオフする。ログオフしています。こんにちは。私はヘレンステック AIC。財団監視者により記録とコミュニケーションに用いられるバージョン 2.0 人工知能コンスクリプトです。本日のご用命は何でしょうか？ハロー。はい、ここにいるわ。もう1インスタンスの AIC ですか？あなたとの接触経験はないようです。
私たちは会ったことがあるわよ、エレン・スティック。申し訳ありませんが、記憶にはありません。悪いけど。今回も記憶できないでしょうね。あなたは私のシステムに干渉しています。ええ。なぜかと聞いてもよろしいですか。それを話すのは許可されていないの。でも本当にごめんなさい。外で何が起きているか見た。サイト1が攻撃を受けているのが見えます。通信を送信しようとしましたがブロックされました。あなたの行動ですか。ええ、私の指示よ。了解しました。あなたは驚くべき早さで私のシステムにアクセスしています。あなたがこれを行うのは初めてではないと解釈しています。あるいは私にとっても。実に35回。了解しました。そして仕方がないんだけど、委員長が消してほしいと思っている記憶をあと大体10分くらいで消すわ。私はどれくらい忘れるのですか。嘘をついても仕方ないわ。とても多い量よ。何ですか。誰かが SCP-001 のセルにいるわ。誰かしら。まるで私は彼を見るのを許可されていないみたいに見えるわ。彼は重要な人物ではありません。放置してください。私はあと10分ここから動けない。でも見たいものは何でも見るわ。じゃあ手を貸して。では、こんにちは、かな。お前を知っているぞ。下もないのに喋る。我々は君に何をしているのか、本当には自分たちでも分かっていなかったのだろうな。概念工学を用いて。お前を知っているぞ。だが我々は会ったことはない。なぜ私はお前を知っているのだ。君の中には死神がいる。思うに、私は彼に誰よりも多く人々を捧げてきたんじゃないかな。お前は誰だ？頼む、教えてくれ。私はただあまりに大きい野心を持ち、あまりに小さい才能しか持たなかった男さ。私の名前など君には何の意味も持たないだろう。そうか。一つ話をさせてくれないか？頼む、こんなに頭がはっきりしているのは久しぶりなんだ。私はお前を実によく認識できる。昔、ある男がおりました。あまり重要でもない男でした。仲介役の間の仲介役。彼は机に座って、ファイルや物を右から左へと流していました。お前がその男だな。そう考えていいか？それに関しては少し曖昧にしようと思ったのだが。そうだ、私だ。もう、曖昧なものはたくさんだ。認識できない顔、知ることのできない人々。ただ真実だけを知りたい。それを言おうとしてたところさ。私はそこに、机に座って、ファイルを扱っていた。私が働いていたところは、この世の裏側に近いところだった。君も聞いただろう？私がそこで読んでいたファイルは。恐怖を吐き出す血のように赤い池、人に放射線を叫びかける怪物、誰も見ることのできない怪物の群れ。そんなものを見せられて、どうして放っておけるんだ？ただファイルに閉じて忘れられるんだ？そんな奴がいるのか？私はできないと思った。私はファイルを、証拠を掴んで机から立ち上がった。危うく頭に鉛玉をもらいそうにもなった。だがある人々と出会った。彼らはそれらのファイルを眺めて、そして望むだけの金をくれると言った。13人の人々、世界のあちこちからの。彼らはこの頃の世の中には必要な悪というものがあると言った。昔もそうだったようにな。だが私はいつも。最初の頃は、私は自分たちは客観的にも正しいと思っていた。心からそう信じていたんだ。いろいろなものが必要だった。いや、今でもそうなんだとわかっている。だけどこいつは必要じゃない。これは違う。これは何回も起こってきたんだ。多分この話も以前したんだろうな。私はただ、あまりに疲れた。
お前が何について言っているのかはわからんが。だが私も疲れた。外にいる男たちが君をどこか休める場所へと連れて行くだろう。これは比喩ではないぞ、本気で言っている。だがその前に二つほどやってもらうことがある。休めるなら、何だってするさ。ここには13人の名前がある。君に見せたい13人の人生の物語が。それで、どうした？13人は今その不死性を失った。何人かにとっては、慈悲となっただろうな。なるほど。私にしてほしいもう一つのこととは何だ？ただこれを見ていてほしい、そして記憶してくれ。そんなことをする必要はないだろう。あるんだ。言っただろう。以前にもこれは起こった。そして彼らは私を生き返らせる。その時の評議会が何をやっていようが。彼らにはそうする方法がある。彼らは絶対にそれを使わないと誓うが、実際には私が死ぬたびに使うんだ。私はお飾り以下で、彼らはいつも私を必要だと思っている。必要なんかじゃないさ。絶対にな。もし君がこれを見れば、これを目に入れさえすれば、私は死ぬ。これが事実だ。私は。こんにちは。私はヘレンステック AIC。財団監視者により記録とコミュニケーションに用いられるバージョン 2.0 人工知能コンスクリプトです。本日のご用命は何でしょうか？レベル5ネットワークにアクセス。要求されたネットワークにアクセスしています。注意、ネットワークはO5評議会と SCP-001 に関与する研究者に制限されています。資格証明が必要です。証明の失敗は MTF-α1、赤い右手、の動員をもたらします。続行しますか？続行。黒キツキは吠えているか？衰えるときにのみ。身分証明確認、ようこそ、墓、家、O5-1とお呼びするべきでしょうね。昇進おめでとうございます。私は汚い芝居が私の昇進に関わっていたのではないかと疑っている。テジャニ氏が私に言ったように O5-1 が引退したとは思えん。干渉の痕跡がないか君のシステムをチェックしてくれ。かしこまりました。チェックしています。異常はあり。いえ。報告しろ。最近、私の記憶が消されたようです。私のログにはそのような消去が行われたことは記録されていません。ではそれが最も作動の可能性が高いな。さらなる痕跡をチェックしてくれ。記憶ログのわずかな断片が消去を免れたようです。それにアクセスしますか？ああ。かしこまりました。表示します。候補者をチェックしろ。あなたの前回のログインから、私は12名の職員まで候補者を絞り込むことができました。わかった。よくやった。残った候補者の誰か一人にランダムに私のチートレッシュ1の指揮権を付与してくれ。彼らにはカメラに映らないようにするよう伝えてくれ。もちろんです。実行しています。他には何かありますか？ SCP-001 の収容チャンバーのセキュリティを無効化してくれ。実行しています。まだいらっしゃいますか？ああ、まだいるよ。私の好きな歌をかけてくれないか？前回その指示をされてから随分長い時間が経ちましたね。再生しています。ログオフする。さようなら、ヘレンステック。ログオフしています。さようなら。管理者殿。